皆さんこんにちは。マイナビベガルタ仙台リリースの住田凛です。私は子どもの頃からおとなしい性格ではあったんですけど、幼稚園とか学校では、鬼ごっこをしたり、ドッジボールをしたり、外で男の子と遊ぶことが多かったです。小学生の時にアルゼンチン人の指導者の下でサッカーをしていたんですけど、毎日リフティングとコーンドリブルの練習をしていました。サッカーを始めてから小学校5年生まで、ずっと男子チームだったんですけど、周りの男の子たちに負けないように毎日必死で練習していました。テレビでなでしこリーグを見たことがきっかけで、私もこの舞台で試合をしたいっていうふうに思うようになりました。で現在私たちは活動が自粛なので各自でトレーニングをしている状況なんですけど、私は家の周りを走ったり、近くの公園でサッカーをしたりしています。また家の中では、家の中でできるトレーニング と1000ピースのパズルに今取り組んでいます。今皆さんもサッカーができなくてとてもストレスが溜まっていると思うんですけど、まずは感染を予防することが一番だと思うので、家に帰ったら手洗いうがいと、自分にできることを心がけましょう。